こんにちは。4月の22日、水曜日の日帰り竹部でございます。今回は資料をちょっと多めに持ってですね、ご挨拶というかご案内させていただこうかと思いますが、まずは本日の東京外為市場、ドル円相場でございますが、119円台の後半からじりじりと円高、ドル安になっているというような状況でございます。日経平均株価においてですね、久方ぶりに2万円台、またまた再現というところであったんですが、そうしたものに対して、株高に対してですね、少し距離を置いたのかなというところが、ドル円相場でございました。で、本日でございますけれども、この資料をもってしてというところなんですが、少し喜ばしいことと、非常に不快だなということがいくつかございます。その辺をですね、順番にご案内させていただこうかと思いますが、まずはこちらに持っておりますのが菅官房長官の記者会見模様でございます。で、本日でございますけれども、朝8時50分でございますけれども、本邦の貿易収支が発表されました。予想数値よりも大きくですね、黒字幅になるというところで、この辺の詳細はですね、リキュアの FX 道場でもご案内させていただいておりますので、ぜひご覧になっていただければと思いますが、33ヶ月ぶりとこういうところでございます。で、菅官房長官も非常に喜ばしいよねということでおっしゃっていたと。そしてもう一つでございますけれども、今度は、レポート形式になっておりますが、こちらの方も皆様方ぜひですね、直接ご覧になっていただければというふうにして思います。日本政府観光局、あまりあれ知らないというふうに、知らない方も多いのかなというふうにして申し上げると、日本政府観光局には失礼かもしれませんが、訪日外客数っていうんでしょうかね、要は外国からいらした方々の数がすごく多かったよと、単月最高というところでございます。当然、先月においては中国の方々、春月 に合わせてというんですかね、爆買いなんていうの言葉が非常に話題になりましたが、継続してというんでしょうかね、春シーズンというところでのプロモーションが功を奏したという、そして今までにちょっとないような、いろんな国々の方々もいらしてましたねというところでございます。こうしたところではですね、輸出成功とまでは言いませんが、いいこのアライアンスになっていただくという言い方になるんでしょうか。我が国にのいろんなもの、またまた自国にお戻りになられて喧伝していただいて、それがまたビジネスになっていけばというふうにして思うところは非常にいいところでございます。そして本日でございますけれども、さらに申し上げると、地政学的なリスクが少し緩和するのかなと、 AIIB アジアインフラ銀行においても、良くも悪くも進展していくのかなというところで、中国の首脳、習近平主席と安倍首相が、少し会合の場でお会いになられたというところ、非常に喜ばしいところなんですが、ただし今度は非常に不快なという言い方になります。まずは不快という言い方も変なんですが、まずは一つこちらギリシャでございますね。ギリシャ国債の3年債なんですが、ご覧になっていただければというふうにしています。こちらの方はブルームバーグのチャートなんですが、実はこちら、先週でございますけれども、バルファキスさん、財務大臣、訪米なされてと、で、一部では、債務処理の法律事務所に行ってるんじゃないかという、いろんな噂も流れたところでございますけれども、結局、資金繰りにおいてはあまりいい成果出せなかったと、で、24日からユーロ圏の財務省会合が始まりますよというところなんですが、ギリシャ政府、かなり厳しい状況に追い込まれて、年金制度とか労働市場、こうしたものの改革、実効性を問われるというところでございます。民間ではないですね、公務員の方々は、証券化された給与でやるとかやらないとかというのも非常に追い込まれているような状況でございます。で、ここで申し上げたかったのは、ギリシャの債券をかなり売られていると、こちらの方で見る限りでも 28% もう凄まじいほど、債券が売られて金利が上がっているというような状況でございますので、マーケットかなり反応しているというところでございます。要はこれがユーロリスクというところが改めて意識されているんですが、もう一つ、本日のお昼でございました。こちらの方は NHK の方なんですが、ちょっとこちらの方もご覧になっていただければと思います。首相官邸にですね、不届き千番な形で小型無線機、これドローンというそうですが、これがですね、無人機が飛んでいって、そこからなんと微量な放射線が、あまり検出されたと、大きく人体にも影響ないというような話ではありますけれども、非常にですね、こうしたものがですね、若干リスクオフとまでは言わないのかもしれませんが、
円安、ジャパントレードにいつもついている株高においての円安というのもいつも付随していたんですが、こちらの方の上値が抑えられたと、円安に対して少し鈍化させられたというような指摘感想も聞こえてくるところでございます。そこで今回、かなり前置き長かったですが、不快なれどリスク警戒というところでございます。で何を申し上げたいのか、で特になんですが、円、クロス円です。ポーランドズローチェーンなどもそうなのかもしれませんが、若干、こうしたところ、今まで過度な悲観論というところで緩んできたところではある一方で、もろもろのリスクオフというものがこうした特にクロス線でしょうかね、影響を及ぼしかねないというところで十分ご注意をしていただければというふうにしております。本日が、水曜日でございますので、まだ月か始まったばかりでのこの比較終わり値比、厳密に言うと朝までの比較終わり値比でございますが、そこから、5ドル円などは CPI を受けて上昇しているというような経緯ございますけれども、先週末というところから申し上げますと、中国人民銀行の金融緩和というのがあって、そこからですよね、欧米株が上昇してというところ、そして日本株も本日は久方ぶりにまた2万円回復というところなんですが、リスク警戒というのは急にですね、マーケット慎重になってきたときにふっと急に動いてくるような動きがあるかもしれません。で昨日のですね、昨晩でございますが、ロンドンフィクシングの時にも対主要通貨において一斉にドルが売られるというような、これロンドンフィクシングでの需給だと思いますが、そうした動きもありました。本日でございますけども、不快なれど急激な動き、ポジション、保有してらっしゃる通貨ペア、もしくはこれから取り組もうと思ってらっしゃる通貨ペア、とりあえずはですね、こうしたベンチマーク、ユーロなども大きく売られていたのが今度は急に戻ってくるのかもしれません。非常に難しいところではありますけども、急激な反動、まだまだ週末に時間ございます。今夜は米国においては建設関連の指標が中心になったかと思いますが、そうしたものもですね、一応ご留意していただいてお取り組みいただければというふうにして思います。そして本日は水曜日でございます。そこで水曜日のテーマは初心者が陥る為替の罠と。で、この竹部ノート基本的に真っ白でございます。でこれ何を申し上げたいのかというと、先ほど申し上げました通り、ギリシャの国債が下落しているんだだとか、いろいろなことを申し上げました。首相官邸においてテロ行為とおぼしき不届きな動き、事象、もしくは、国際協調枠組みということで日中間、もしくは、米国とも、いろんな形で日本がというような形、当然これ中東情勢も入ってくるわけでございますけども、いろいろなテーマが常に入ってきますが、初心者の方が陥る為替の罠という、あえてそういった言い方を申し上げると、これは当然ですね、投資スタンスが決まってるか決まってないか、運用の期間が決まっているか決まっていないかにも左右されると思いますけれども、固執なされるテーマによって一人だけ見ていても、仮に市場の参加者が100人いたとしてお一方だけ、もしくは数十人の方だけこのテーマなんだよねというふうにして固執していても、後の大多数の方は他のテーマで動いていくというところでございますので、取り残されてしまいます。テーマというのはこれ常にですね、猫の目のようにという言い方になりますでしょうか。テーマは刻々と変化をしますので、ヘッドラインニュース、当社のいろいろな取引画面のところからヘッドラインニュースご覧になっていただけるかと思いますが、特に短期取引を見ている、もしくは中期的な形でどこでエントリーしようかなという人を思っていらっしゃる方々、急にニュース変わってまいります。この株が高いよねっていうところでリスコンだと言っていたら、急にですね、違うテーマで、マーケットが大きく動いてくる可能性あろうかと思いますので、柔軟な姿勢を持って常にニュートラルにして、マーケットにエントリーしていただければというふうにして申し上げます。最後にもう一度申し上げますが、市場のテーマというのは常に変わっているということ、固執せずにですね、柔軟な姿勢で、マーケットエントリーしていただければというふうにして思います。4月の22日ということで、月末にそろそろ入ってまいりまして、一部ではですね、ちょっと私は個人的に気が早すぎるんじゃないかなというふうにして思うんですけども、ゴールデンウィーク前だねというような市場関係者からも声が入ってくるところでございます。ただしその前に、まずは週末リスク、まだまだあと2日間ございますけども、本日スワップなどが少し通常よりもつくよというようなところで、クロス円などに投資耳を持ってエントリーしようとしていらっしゃる方々なども、先ほど申し上げたリスク改めて再チェックしていただいてお取り組みいただければと思います。以上、4月の22日水曜日の日替わり竹部でございました。